広島県東広島市呉市長の観光大使はトロでーす。はい、今日はね、俺すごい思う、今噂の牛宮城、絶対繁盛する、確信した、確信しとる。俺ね、見習う、めちゃくちゃ見習うことがすっごいある。繁盛するっていうか、みんな潰れる潰れるって言うけど、わしは潰れると思うよってことだよ。あ、そう、うん、マジでそう、絶対いける、もうそれはね、確信持って言う。ヒカルさん、宮古さん、宮迫さん、本田さん、もう絶対 100% これは繁盛すると思うんですけど、もうこれもね、理由言わさんとってっていう感じなんですけど、松浦ラーメン、俺もね、これをすごい 見習って松浦プロデュース広島店出します。え、それはあれな、うん、ラーメン松浦っていう名前で出す。あ、ぜひぜひ。まあそれはあのやる人によって変えるけど。あ、やる人はまだ決まってないってこと？決まってません。これ募集します、 YouTube で。はい、募集します。ラーメン松浦がプロデュースするラーメン松浦広島店、これやりましょう。企業でもいいし、個人でもいいし、まあその条件は決まってるんですけど、その条件が折り合い次第始めたいと思ってます。一応話し合いましょうってこと？そうです。要望やりたい人はどこに連絡すればいい？あ、俺のインスタ貼っとくんで。インスタに DM してください。はい、インスタに DM してください。見ますんで、全部僕のインスタ貼っときます。インスタやってない人はツイッター？あ、ツイッター、あの店に電話ちょうだい。ああ、電話か、うん、店に電話ちょうだい。店の電話、あの店の電話はさらしとるし、うん、もう店に電話ちょうだい。うん、ただ絶対成功さす、うん、これだけは絶対成功さすけ、まあ、広島店限定でいこう。福山と広島は考えてます。3店舗出す。3店舗、まず広島店やりたい人僕に連絡ください。松浦は黒瀬に残る？ああ、もちろんそれは残るんだけど、広島でプロデュースします、完全的に。このね、牛宮城、本田さん、光さん、もちろんメインは本田さんなんだけど、うん、プロデュースしてる本田さん、光さん、本田さん、宮迫さん、光さん、これにあやかってちょっと やっていこうかなと。松浦もやります。松浦やるよ。応募条件はなし、うん、え、応募条件は誰でもいい？応募条件は誰でもいいけど、きついどころの騒ぎじゃないと思うよ。うん、出家してくださいみたいな、ラーメン屋に出家してください、うん、その人だけです。うん、別に経営者でもいいし、ただ絶対成功させる。でもその代わりきついよってことね。うん、そういう人以外は連絡してこないでください。それは概要欄に貼ってますんで。でもう一回、インスタと電話、インスタと俺の店に電話。あ、オッケー。うん、ただほんまうざい電話やめてください。仕事してるんで。時間帯決めた方がいいね。8時半から夜の1時、それならいいっす。あ、はいはい、それではいいっす。1時までいるんで。夜の方が電話しやすいかもね。何？夜の方が電話しやすいかも、ね、あ、全然8時半から1時の夜中は全然いくらでも。8時半からと、その代わり8時半からですよ。8時半から1時、2時でもいいよ別に、うん、夜中の、うん、それならいいんで電話してきてください。覚悟ある人ね。うん、でもその覚悟ある人は絶対成功させる。言っとくけど、うん、俺と一緒のことして繁盛しませんか、うん、逆に。いや、わからない、そりゃいらんことするかもしれない。いや、違う、俺と一緒のことして繁盛しませんか。場所によると？いや、違います。何僕と一緒のことができるのであれば、うん、皆さん分かってくれます。ラーメン出家しとんよ。まあ、出家したね、だいぶ、うん、出家したね。うん、俺女大好きで、うん、めっちゃ女大好きだよ。俺すっごい女好きだよ、マジで。女好きだよ。ラーメン買ったね。そうなんよ、うん、ラーメン食べるのとラーメン好きなのは違うんよ、うん、だろ。うん、そんな熱い心を持ってる方を募集してますってこと？それだけね。でも儲からんよ、うん、でも儲からんよ。でも生活はできるじゃん。まあ1000万じゃない、うん、でもまあまあまあ全然1000万。1000万、いやいや全然1000万、うん、利益は1000万。でもその1000万はそれ以上に働いとる、それだけ分かってくれって感じだね。
まあ、マジで、あの成功はさせると。絶対成功させる、それ約束する。待ってますと。待ってます、皆さん連絡してください。1000万って何を1000万か分からんじゃん。じゃあだってよ、俺らって、うん、サラリーマンと違って、うん、退職金があるんですか、何かあった時に保証あるんですか。ないね、うん、全部ないよ、うんうん、何を思って1000万って思うか。はい、じゃあ以上で、はい、お疲れ様でした。Yeah.